こんばんは、プリティティス。昨日起こったニュースをだけしたたたたたしたたたお届けしたいと思います。またね、バイトテロがね、今話題となっております。今度はセブンイレブンの店員さん、商品のつまみ食いなど店内で、あーバレ、賠償金やばいよいや、どうしてそれがわからないのかな。これもうご両親が子供の責任とって家は手放しちゃうわ。あと何、家の家電製品と売らなきゃいけないんでしょ。あと何、あのこの子ルーズソックスとか何着ている服とかも全部メルカリで売っても賠償金とんでもないことになっちゃうわよ。でそれでも払い切れないからバイトとか3つしなきゃいけないしねえ、朝新聞配達と、あともうセブンにいられないんでしょ。じゃあローソンかなんか乗っちゃってさねえ、であと夜はどっかなんか清掃会社のなんか定期とかやったりして、でそれでお金もう全然それでも足りないから、また TikTok でね人集めるのにローソンでなんか今度はもう唐揚げくんねつまみ食いしてまた大丈夫バイプッシュやがないやでもこの子たちやりそう、今度またもう TikTok で稼ぐしかないっつってさねえ、ローソンで唐揚げくつまみしそうよ。いや、これはちょっと二つ前のさ、会社でさ、新人の男の子の子がいたんだけど、毎回遅刻すんのね。で、おばちゃんがさ、ちょっと副リーダーみたいなことやってたのよ。で、会社の方から、まあ、本社なんだけど、この子の遅刻はちょっとありえないぞって。で、もう切っちゃえって言うから、いや、かわいそうだから、話したのね。これこれこうで、会社もこういうふうに、もう言い出してるから、遅刻ダメだよって。わかりましたって言って、なんかね、1時間ぐらい早く来るようになっちゃったのよ。で、もう準備とかして、定期清掃の班だったんだけど、だからみんなの使う道具とかをさ、もう早めに来て準備して。で、早めに来たからって言うんで、2時間早く帰ってんだよ。あれ、サトシ君どうしたのさ、いや、もう帰ったみたいですよ。え、2時間前だよ。いや、もう、いらないんじゃないですかって下の子にも言われててさ、聞いたのよ。なんで2時間も早く帰ってんのって言ったら、いや、早く来てるから。いや、せめてね、1時間前に来てるんだったら1時間しかも、一言言って帰るんだったらわかるけど、2時間も前に帰るってどういうことって言ったら、え、でも早く来てますよ。いや、話が通じないのよ。サトシ君今何やってんの？わちゃ心配なんだけど。結局会社に切られちゃったんだけどさ。サトシ君頑張ってる？おばちゃんは未だに心配だよ、君のことが。あ、そういえばね、セラさんいるじゃん。セラマサノリさん。国民には節電をと言いながら、東京タワーがね、5年連続、このね、春節食？中国のさ、大晦日にあたる、まあ、その日を記念して、東京タワー真っ赤になったのね。弾道ミサイルとか、ねえ、まあ、尖閣とか、いや、もうこれ東京タワーいらないって話になっちゃいますよ。いや、なんで東京タワーって、中国様観光でよろしくお願いいたしますなのよ。東京タワー、もう2019年から始まってもう今回で5回目。今みんな電気代高いって言っても節電呼びかけてる中、東京タワーやっちゃいましたねちょっと東京タワーちょっと今日本で節電を呼びかけてるわけでしょ。中国の大晦日、まあ、1月21日、それの、まあ、旧正月を祝う点灯式、東京タワーやめちめえやいや、もう、日本は節電、まあ、この国では節電を呼びかけてるんですよ。で、中国の、
旧正月を祝う点灯式。やめちまえやん。どけた。いや、政府は何も言わないんですか、これ。え、だって国民に節電って言ってるけど。ねえ。そうするとまた言うよ、岸田の息子が公用車で観光やってるって。またそのニュース、毎日あげるわよ。岸田なんとかせえや、これ。それで昨日さ、岸田の息子のニュースあげたじゃん。コメントでこう書いてる人いたのよ。さらにアホ顔なのが娘に腹が立つ。これおばちゃんの周りもみんな言ってんのよ。あの顔がさ、何も考えてなさそうでしょ。それがまたムカつくって言うの多いのよ。実はおばちゃんもあのアホ顔が娘に腹が立つ。いやーもうすごくこれ吹き出しちゃったおばちゃん。それとはちょっと関係ない話なんですけど、さ、ファミレス行った時にさ、初めてこの曲を聴いた時に、セラさんが歌ってると思ったのよ。俺の話を聞き。あれさ、おばちゃんの周りでもみんなさ、あ、これセラさんじゃないって話してたのよ。したらさ、クレイジーケンバンドのケンさんが歌ってたのね。まあ、両方、まあ、セラさんもさ、ケンさんも歌めっちゃうまいじゃん。いやでもね、あの曲絶対セラさんが歌ってると思ってたんだよね。まあ、変えないけど。あの現象と同じだと思うのよね。本当にライオンだ。近すぎちゃってどうしよう。かわいくって。富士サファリパーク。あれ、和田アキ子が歌ってると思ってたのよ。みんなもそうでしょ。おばちゃんの周りもみんな、これ和田アキ子じゃねっつって。あんな現象と同じよね。なんか羽田空港に行ってきたスパ船 ?4800 円なんだって。そう。いや、空港に入ってくる飛行機とか見たら、わぁ、素敵とは思うけどさ。ねえ、タオルセット館内着岩盤浴付きは高っ。深夜料金。ヤクザか。あ、高っ。マジで。で、2ちゃんって書いてあったけど、ホテルのスーパーの外部利用料金。あ、だからホテル使ってる人は割安になるけど、それでも1600円。高っ。で、深夜8800円ってことでしょ。8800円あったら、今寒いからおばちゃんワークマンで、また上着と、パンツと、靴買っても、ちょっとお釣り来るよ。あ、じゃあおばちゃんワークマン行く。これなら、おばちゃん、ちょっとワークマン行く。高いもん。いや、だってこのニュース見てね、今おばちゃんって同意見の人多いと思うよ。これでね、8800円払うんだったら、みんなもワークマン行くでしょ。着るこたつ買いたい。着るこたつ、あと2000円足せば着るこたつ買えんのよ。あのぬくぬくのやつ、ワークマンの。じゃあ、ばちゃんワークマン行く。ビビってくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。